ハンブルク音楽演劇大学はドイツハンブルクに本部を置くドイツの音楽演劇系大学である。1950年に設置された。私立の演劇学校をベースに国立音楽大学として1950年に設立された。日本ではハンブルク音楽大学とも呼ばれる場合があるが、これは1967年にハンブルク音楽大学となり、 1991年になって現在のハンブルク音楽演劇大学と改名されたことによる学生数750名。かつてリゲティが作曲家の教授を務めた。音楽部門では、教会音楽はもちろん、ジャズ、ポップス、音楽学、作曲、式、季、気楽演奏を舞台部門では、声楽、演劇、音楽舞台監督とオペラを学ぶことができる。 また、教職課程では、ハンブルク国立大学との二重在籍にて、音楽教員免許の取得も可能。その他には、音楽療法も学べる。1884年建築の歴史的建造物を改築して、教室やホールとして使用している。ハンブルクは、ビートルズがライブハウスで修行した街としても知られ、 北ドイツ放送公共楽団など、著名オーケストラのコンサートも開かれる。ありがとうございます。